今江勝隆氏のトーナメントである、トーレソラロームカップが行われ、これに参戦。人生初のトーナメント参加ながら、準優勝し、トーレチームにスカウトされるきっかけとなる。同志社大学法学部法律学科卒業後は、タイヤメーカーに就職するが、トーナメント参戦の夢を断ち切れず退社。その後、総合商社へ就職し、仕事とバスプロ活動を両立する日々を送る。 2001年、ワールドプロシリーズで5戦中4度表彰台に上がり、そのうち2戦は優勝という結果で、年間総合優勝を果たす。JB ワールドチャンピオンとなって、史上初のスーパーグランドスラムを達成する。2004年、ワールドプロシリーズ年間総合優勝。自身の名前を冠した、ルアー会社、今勝を設立。第1弾として、 ロットハンドメイドルアーシオセサトシとコラボし、BT100 をリリース。2005年、JB エリート後の初代チャンピオンとなる。アメリカのパウエルコで行われたトーナメントの際に腰を痛め、30代の時には重度の筋膜剥離を経験。以降、腰痛に悩まされる。JB トーナメントの運営にも携わる。2007年間に侵されていることが判明し、手術を行う。 術後3ヶ月でトーナメントに復帰するが、結果は予選落ち。2011年にアップトップ50代一戦にて優勝、年間成績5位でフィニッシュした。また、2011年度のトーナメントでの自身の獲得賞金を東日本大震災復興支援として全額寄付することを宣言。実際に表彰式で地元関係者に手渡し日本赤十字社を通して、 被災地に寄付を行った。ありがとうございます。